お集まりいただきありがとうございます。私は日本オラクルという会社の山中と申します。で、今日はですね、いくつかの学術機関の方と、企業の方と一緒にこのギャラクシー、ピタゴラギャラクシーというプロジェクトをやっていまして、で、それを皆様に使っていただきたいなというのもあって、一日ご紹介させていただくというワークショップを設けさせていただきました。で、午前中はハンズオンということで、気楽にやりたいなと思っております。で、午後は、皆様にワークフローの紹介をいただくとか、それから、こういうプラットフォームを動かすためにどういう計算機が必要ですかとか、そういった話をしていただこうと思っています。午後も気楽にやろうと思っています。ちょっとこの辺まだ空いてるので、よろしければ後ろの方の方、こちらで見やすいところに来てください。で、最初、午前中2時間なんですけど、多分2時間もお話しできることがないので、皆様に手を動かしていただきながらやりたいなと思ってます。で、ちょっと一緒にやってるメンバーが後ろにいますので、なんかあったらすぐ手を挙げていただければ会話しながらできるかなと思ってます。で、ちょこっとだけ、どんな活動してるかを説明させていただくと、ギャラクシーという、特に NGS の解析に使われている、ウェブのプラットフォームがあります。で、これオープンソースのもので、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学のメンバーが今リードしてやっているようなものです。もう10年ぐらいやっているプロジェクトで、で、そこそこ海外でも使っている人がいたりしますと。で、ただ国内だとそんなに多くの人が使っているという感じがしないので、普及していけたらいいのかなと思ってます。で、ギャラクシーはですね、無償で利用できます。オープンソースで無償で利用できて、で、いろんなツールを何でも入れることができると。 NGS に限らずいろんなツール入れて、ワークフローを組んで使うということができます。もしかしたら統計処理ソフトの SAS とか SPSS 使われている方がいらっしゃったら、ワークフローを作るとかいうのはなんとなく想像がつくかもしれません。でですね、なんですけど、これ一度使おうとすると、やっぱりこのプラットフォームどうやってインストールするのとか、そこにツールどうやって入れるので、どんなツール動くのっていうので結構戸惑うので、ユーザー使ってる人とか、それからその上で開発してる人で、みんなで、情報共有しながら進めていこうということをやってます。で、私たちが一応提供できるものということで、ここにいるのがコミュニティと、私たち10人ぐらいでやってますが、そこで動作検証した、環境を皆様に配布したいということです。で、一つは公開しているサーバーがあって、ここで公開してますと。で、これはですね、try.pythagoragalaxy.org というところで公開しているものがあります。で、もう一つは、ここにダウンロードってつけてるんですけれども、その OS イメージごとダウンロードしてきて、皆様のパソコンなり、もしくはサーバーなりで動かすことができます。これ仮想マシンなので、ちょっとサイズは大きいですけれども、そのままお使いいただけます。で、あともう一つは、クラウド。Amazon の AWS クラウドで、そのまま起動することができます。で、この場合はサーバーをお持ちでなくても、ある程度大きな環境を作ることもできますし、使い終わったら捨てちゃうってこともできるので、これはこれで気軽に使えるかなと思います。で、もしも自分のとこのサーバーに入れてみたいとか、そこでそのクラスター構成にしてみたいっていうお話があれば、ちょっとお話しいただけると私たちもお手伝いできるかもしれません。もしくはそのクラスターのサーバーが欲しいとか、いくらぐらいのものがあったらいいかなとか、
そういったお話も、いただけると相談できるかもしれません。はい。ということで午前中のハンズオンなんですけれども、このギャラクシーを使ってみると、まずは、この公開サイトで使ってみるというのが一つ。で、その後自分のデータってやっぱりここの公開サイト上げたくないっていう場合が多いので、もしくはここの公開サイトってリソースも限られているので、それを自分のところの PC やサーバーで動かすとか、それからクラウド上で動かすっていうのをどうやればいいですかというのを、ここでハンズオンというか私がここでちょっと見せるような感じでやりたいなというふうに思ってます。はい。で、ですね。まず、ウィキに、行っていただけますでしょうか。これは Google で、ピタゴラギャラクシーウィキとやると出てくると思います。ここにあるものです。で、こちら行っていただくと、ここに初めてガイドというのがあって、今日最初2時間でやるところは全部ここに書いてあります。でここに書いてあるのが上が初めての方のためのハンズオンっていうのと下にツール開発者のためのハンズオンってあるんですけれども今日ご参加いただいている方はおそらく自分たちでデータを出されててそのデータを解析しようとお考えの方かなと思いましてこれからこの上の方の初めての方のハンズオンというところをやろうとしています。でこれは、ギャラクシーどう使うかというのとどうセットアップするかというのが書いてあります。で下のこのツール開発者のためのハンズオンというのは、皆様が何か解析用のツールを作られていてでそれを他の方にも使っていただもらいたいと思っている。でなのでギャラクシーに載せたいとか私たちのギャラクシーに載せたいという場合にはこちらを参照いただいてツール作っていただいてで問い合わせいただければあ、じゃあ載せましょう載せましょうって言って、私たちのここのギャラクシーに載せるということになります。なのでその時は、ご相談いただければと思います。で、なのでちょっと今日はこの上の方をやらせていただきますのでもしこんなの知ってるよっていう方は下の方を内職していただけると良いかと思います。はい。それではまず、この始めようギャラクシーデータ解析編というところから進めたいと思います。で、今日はこのウィキと、それから、このピタゴラギャラクシーのギャラクシーサーバーに、皆さんで同時にアクセスしますので、もしかしたら落ちちゃったりとかするかもしれませんが、その時はちょっと教えていただけると、助かります。で、もう一つ付け加えると私たちはみんな持ち出しでというか手弁当でやってますので特になんかお金もらってやってるわけじゃないのでこういうウィキとかもちょっとあまりそんなに大きな計算リソースを使ってるわけではないので落ちちゃったら教えてください。はい、皆さんたくさんここにアクセスいただいているようですが、これを見ていきたいと思います。まずですね、このギャラクシー本家のギャラクシーにはこちらからアクセスできますと書いてあって、
クリックしてみるとこれがギャラクシー本家のギャラクシーというものです。で、これはアメリカに置いてあるサーバーで、結構データセンターを3つぐらいつないだようなすごく大きなサーバーで動いてます。で、なので、なかなか落ちることもないですし、ジョブも通るので、まあ、ちょっと使ってみたいなというときはこっちも参照されてください。で、ただそのここにあるツールが、まあ、どんなツールがあるかとか誰が作ってるものかっていうのがですね、さすがにこう海越えてしまうと分かりにくいところがありますので、あとはまあデータを転送したりすると結構時間がかかるんですね。で、なので、まあこちらを使うか、そうでなくて、私たちの方を使っていただくか、もしくは公開されているサーバーは、今現在だと日本のギャラクシーは私たちのところだけなんですけれども、インターネット上に公開されているサーバーっていう意味では、まあ、70以上あるというふうに書かれています。で、これはギャラクシー本家の方で数えてはいるんですけど、アクセスしてみるとやっぱりつながんないサーバーもいろいろあるので、まあ、まずは本家か、それか僕らのところにつないでいただけると、ギャラクシー使えるかなと思います。で、それではピタゴラギャラクシーのギャラクシーサーバーにアクセスしてみましょう。こちらですね。で、そうすると今何も右側のパネルには何もない状態になっているかなと思います。それでこれはまだユーザーログインできてない状態なんですけれども、実はこのままでもちょっと使うことはできるんですが、せっかくなので皆さんにユーザー登録していただいて使っていただきたいなと思います。で、これ書いてあるのは、登録済みのユーザーには10ギガまで使ってデータを入れられるようにしてるんですけれども、未登録のユーザーが使う場合には200メガまでに制限させていただいてます。で、ですので、ちょっと今からここのユーザー登録をお願いしたいと思います。ユーザーというところからレジスターです。で、実は E メールもこれ何入れていただいても構いません。僕らがこのサーバーを新しく更新するときとかに、まああまり告知とかせずに消してしまいますので、なんとなく気軽に使ってみてください。これちょっとこう後ろで犬団がこう後ろからこう蹴って、ちょっとでもつまずいてなくてもなんかここよくわかんないけどっていう時は遠慮なく教えてください。はい、皆様ログインできたようなので次に進みます。で、サンプルのデータの取得ということなんですけれども、ギャラクシーにデータをロードする方法っていくつかあります。一つは、
アップロードする、自分のデスクトップからアップロードする場合です。でその時は、ここにあるアイコンを使います。アイコンをしていただいて、ここにドラッグ&ドロップするということになります。でもしくは、URL を直接入力してダウンロードしてくる。でその場合はここに URL をここにペーストすることになります。でまたはですね、ここに、UCSC メイン、この Get データというところの下に UCSC メインとか EBISRA とかありますので、ゲノムデータのまあデータベースに接続してそこからダウンロードしてくるということもできます。 UCSC メインに飛ぶとこの中に UCSC の画面がポンと出てきて、で、まあ、ここでちょこちょこと欲しいものを選んで、ここにギャラクシーというところにチェックを入れて Get Output とやるとギャラクシーの方に持ってこれます。で EBI も同じような感じで、外部のデータベースがギャラクシー用にボタンを用意してくれているということになっています。でなのでもし皆様がデータベース管理者であれば、ギャラクシーボタンをつけてあげて、ギャラクシーから呼べるようにするということも可能です。で今回は、データをあらかじめ私たちのサーバーに置いてあるものがありますので、そちらを使ってみたいと思います。でその場所なんですが、ここのピタゴラギャラクシーのウィキに飛んでいただいて、ワークフロー RNASEC01 というページがあります。でこのページはですね、ウィキの中のワークフローを、リストしているページがあるんですけれども、このワークフローというところから、私たちが作ったワークフローをリストしています。で、そこにあるうちの一つですね。で、そのワークフローについて、解析ワークフローについていろいろ書いてあると。まあ、こういうファイルを入力にしてくださいとか、こういうファイルが出てきますとか、これ RNASEC の解析ワークフローで、ツールとしてはトップハットだとかカフリンクスを使って、まあ最終的には遺伝子の発現解析をしているというものです。で、ここにテスト方法というところにデータを置いた場所を URL で書いてありますので、これを持ってきていただきたいなと思います。で先ほどのこのゲットデータしてですね、ペーストフェッチデータというところがあります。でそこに、この1行だけまずじゃあ入れてみましょうと。ペーストします。でこのまま実行したいところなんですけど、これ今ペーストしたのがですね、ファストQファイルです。で、ファストQファイルって、ファストQのイルミナのフォーマットとか、もともとのサンガーのフォーマットとか、ちょっと微妙に違ってですね、そこが自動的に判別できないので、ちょっとダサいんですけど、このタイプのところで、ファストQサンガーと選んでおいてあげようと思います。今からインポートするデータのデータタイプと、それからまあゲノムが選べるようになっているというのがギャラクシーらしいところですが、例えば HT19 と、入れておいてあげます。
このチュートリアルの方では4つのファイルを今一緒にインポートしましょうとなっているんですけれども、まずは今1つのファイルだけインポートすることにしました。はい。で、これでスタートとやっていただくと、今一斉にダウンロードすることになります。ここまで、もし問題があれば手を挙げてください。太田さん。はい、一回この画面を閉じてしまいます。で、そうすると今データがここにペコッと一つ入りました。で、この右側のパネルはヒストリーと言っているもので、ここに一つの解析のデータが全部入ってくるということになります。で、ここのヒストリーの名前変えられるので、例えば RNA-seq と2016年0428みたいな感じで入れてあげると。で、ここに入ったデータはどんなデータかというのがクリックするとぴょこっと開くと、今フォーマットとして FASTQ3 が選びました。データベースリファレンスは HG19 を選びましたと書かれています。で、中身見ようと思ったらこの右上の目をクリックします。そうすると中身は FASTQ のデータであるというのが見えると思います。で、今ここに入れたそのフォーマットとかデータベースの内容をもう一回書き換えたい場合には、ここの鉛筆のアイコンをクリックするとデータベースを選び直したりできるということになります。で、同様にここ×クリックすると、このデータが消えます。で、あとはここにあるのはダウンロードボタンとインフォメーションボタン。実際どんなデータが入っているんですかとか、あとはここもう一回このジョブを実行するというものがあります。ではデータここに入りましたので、次にツールを一つ使ってみます。このデータのクオリティチェックのためのツールとして、よく使われるものですが、FastQC、この中に入っていますので、この検索ボックスの中から、検索ボックスでここにあるツール一覧の中から探します。で、ツール一つ一つは、ここをこうクリックしたときにぴょこっと出てくる。この一つ一つがツールですので、結構たくさんのツールが入ってしまっているので、ここの検索使った方が楽です。FastQC。入力するとこういうふうに出てきます。はい、FastQC をクリックしてください。そうするとこの真ん中のペインに FastQC のツールが出てきたかと思います。ここまでうまくいかない方、手を挙げていただければと思います。
でちょっとこの中身ファースト QC うんぬんくんぬんと書いてあるんですけれども、見ていただくと一番上がショートリードデータ from your current history となっていて、まあ、この右側のヒストリーペインに入っているデータの中からどれかデータ選んでくださいと言っています。今は一つしかないのでその一つが自動的に選ばれています。であとはここにコンタミナントリストだとかオプショナルな、パラメータが入っているということになります。とりあえず実行してみて動くかどうか確かめてみたいのでエグゼキュートやってみてください。でみんなで一つのサーバーに今ジョブを流し込みますのでサーバーが落ちないといいですね。で今ですねここに灰色になっているんですがこの灰色に今ジョブが、待たされている状態になっています。でもしかしたら、皆様の中にはこれが黄色くなってくるくる回ってる人がいるかもしれません。みんなで今ジョブを投入したので、あ、私の今来ましたね。まだ待たされている方もいらっしゃいますか？はい、ジョブが実行終わると黄色かったのが緑色になります。で今この FastQC ツールはアウトプットが2つ出ました。一つはこのローデータというのと、もう一つはこのウェブページというものです。で、こちらのウェブページの方を、ウェブページの方を目で見てみたいと思います。そうすると真ん中に FastQC のアウトプットであるウェブページが出てくると。というのが分かります。でこの、出力されたファイルをダウンロードしたい場合には先ほど申し上げた通りこのダウンロードボタンで HTML ファイルをダウンロードしてくることができるということになります。インターネットエクスプローラー。ああ、そうですか。今は大丈夫ですか。インターネットエクスプローラー使われているとうまくいかないことがあるみたいですね。今試しにこの FastQC2 つ1回やってみて2つのファイル出てきましたが、これ削除したいときにはこのバッテンで削除しちゃいます。そうすると消えちゃいます。で実はこれ完全に消えてなくて、この歯車のところから、どれだ、ここにある。まずですね、今デリートしたファイルがここに toDeleted って書いてあると思うんですけれども、この Deleted っていうのをクリックすると蘇ります。で今削除したのが復元できる状態になってます。なので1回バツを押しただけだと消えないので、永久にディスクから削除というのをクリックしていただくとちゃんと消えます。でこれやっていただかないとやっぱりどんどんデータ溜まってっちゃって、
中間ファイルもどんどん溜まっていってしまうの でこれ中間ファイルを吐き出してしまうことっていうのはいいか悪いかっていうのは好みが分かれるところなんですけれども、 Galaxy は中間ファイルをどんどん出しちゃいます。ツールが実行されるごとに中間ファイルが残るので、ディスクを節約しようとした場合にはこれをどんどん削除していただく必要があります。で、NGS データってやはり大きいので、なるべくこういらないものは削除していくだとか、そういった意識でやっていった方がいいのかなというふうに個人的には思っています。で、ここ永久にディスクから削除とやってしまいます。で、まあこれ削除しても過去にどういう解析したかっていうのはここで見れば分かりますので、メタデータは残った状態になりますので、削除していただいて、削除した部分はハイドデリーテッドで一回隠してしまうと。で、今ヒストリーにあるデータが 7.8 メガバイトですというのはここに出てますし、皆さん今レジスターされたユーザーですから、10ギガバイトが皆さんに割り当てられていて、そのうち何パーセントを使ったかというのが出ていると思います。で、私は他のデータも入っているので 69% になっていますが、今このデータだけであれば 1% にも満たないということになると思います。ここまでうまくいかない方、もしくはご質問ある方いらっしゃったら、はい。あ、はい。はい。ここですね。これは私たちが運用していくのにそんなにお金があるわけではないので、どん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 データたまっていくと、まあ、辛いというので、まあ、削除させてもらっているということですね。で、システム側から削除してしまうのでデータが消えます。で、データ実体は消えるけれどもヒストリーのこの部分には残った状態になっています。で、これで目で見ようとしても出てこないという、まあ、不正な状態になります。で、一応このサイト自体はテストサイトとして運用しようと思っていまして、あ、こういうことできるんだなって分かったら、あとはご自分のそのサーバーですとか PC ですとかそういったところで実行していただこうかなと思っています。はい。で、ここまでがデータを持ってきてツールを実行するという基本的な使い方なんですが、Galaxy はですね、ここにワークフローというものがありまして、ワークフロー管理システムとしての機能があります。で、どういうものかと言いますと、今これツールを、今ファスト QC で QC しました、その後例えばマッピングします、うんなんくんなんてやってった時に、それをまあ一つのワークフローとして保存しておきたいと。ワークフローってどういうものですかと言いますと、まずここにシェアードデータというところがあります。この中にパブリッシュドワークフローズというのがあります。で、これ見ていただくと、ここにあるワークフローは、私たちが作ったものの、作ったもので公開しているものです。例えば今さっき見ていた、ここのページ、RNASEC01 というものありますが、ここに同じ名前のものがありますので、これをインポートとやってみます。
そうすると今私のユーザーで作ったものが皆さんのユーザーのところにインポートされた状態になります。この上のバーのワークフローというところを次に見ていただくと、今インポートされたワークフローがここに入っています。でこのワークフローをエディットという編集とやっていただくと、このワークフローの編集画面というものが出てきます。でこのワークフローの編集画面は一つ一つがツールです。でそのツールの出力されたファイルとその次のツールがそれを入力で使うというところをつなぎ合わせていくというものです。例えば一つ今持ってきたインプットがありますと、そのインプットをファスト QC につなぎますというときには、先ほどと同じ要領でファスト QC と検索すると、こちら側のツールペインにツールが出てきますので、それをクリックするとここにツールが一つボックスとして出てくると。でそれに対してインプットから出てきたものをつなげてくださいと。でちょっとこのワークフローの編集の部分は、時間もあるので詳しく触れませんが、まあ、今まず使えるものとしては私が共有しているものがありますので、それを今インポートして使っていただくと。でもちろん自分でワークフローを作るときっていうのは、ここでクリエイトニューワークフローとやると新しいワークフローを作って、そのワークフロー真っ白のエディターが出てきますので、そこから作るということもできます。で今日の午後に関して言いますと、一つ一つ15分ずつのセッションになってるんですけれども、その皆さんが一つ一つワークフローを作られているので、そのワークフロー一つ一つの紹介をされるかと思います。そのまま使えますし、それを編集して使っていただくこともできるということになります。で今からちょっとワークフローを一つ実行してみたいと思います。今皆さんがツールを実行しているので灰色の実行待ちの状態になっている方が多いかと思います。灰色の実行待ちになっている方が多いかとは思いますが、無理やりワークフローを流してしまおうと思います。今ここに一つだけファイルをインプットのファイルを先ほど用意しましたが、今から流したいワークフローはインプットを5つ取るようになっていますので、その5つを全部ここから持ってきたいと思います。先ほどのワークフロー RNASEC01 というページがありました。このチュートリアルの中のサンプルデータの取得というところから飛べます。はい、大丈夫でしょうか。でここで、4
4つのデータありますので、さっき一番上の1つはもうダウンロードしたので、他の3つを持ってきて、ここに先ほどと同じようにペーストします。タイプはファスト Q サンガーで、ゲノムは HG19。 で、あともう一つ GTF ファイル、アノテーションデータも必要なワークフローなので、これも持ってきます。これは実はタイプとか勝手に判別できるので、 GTF はできるので、もう一行ペーストしてタイプは未指定のままスタート、ダウンロードしようと思います。ほとんどのファイルはタイプを未指定でも大丈夫なんですが、FASTQ ファイルだけはちょっと判別が難しいです。で、スタートとやると、ダウンロードが一遍に開始します。そうするとここのペインの方に5つのデータが入ることになります。で、おそらくこのデータが全部入るまでに時間がかかるので、一度休憩を入れようと思います。で、この後やることっていうのは、この先ほどのワークフローというところからインポートしたワークフロー、これをランとやります。で、そうするとワークフローの入力ファイルどれですかっていうのがここにダーッと出てきますので、そこに入力ファイルを指定してあげて最後実行するということなんですけど、今は実行しちゃうとちょっと混み合ってるので、実行しないでおいてください。今ちょっとやっぱりみんなでアクセスしたら落ちてしまったので再起動しました。で、なのでジョブが今皆さんの止まってしまったかと思います。で、とりあえずもう一回だけ私の方で、実行してみますので、そこ見ていただこうかなと思います。で、その間皆さんがやるとまた落ちちゃうかもしれませんが、やりたい人はこそっとやってください。今ここのデータを全部消してしまって、新しくもう一回ダウンロードしていきます。で、これは実際にはテストデータなのでウェブサイトからコピペしていますが、実際には皆さんの、データをアップロードしていただければと思います。よいしょ。で、データがここでアップロードが始まったら、その後にワークフロー実行ということで、先ほどのワークフローを実行します。で、実行する際には各データインプットをどれ選択するかとここ出てきますので、これが先ほどのこのデータどれをどれ入れるというところ対応しているので、ちょっとこう書き忘れてしまいました。ここ一つ目が GTF ファイルで、もう一つが
ファストキーファイルの1個目、2個目、3個目、4個目と選択して、で、まあ、この辺を、パラメータ変えられるようになっていますが、とりあえず今回はスキップして、それでこれを run ワークフローと実行すると、そうすると、先ほどつながっていたジョブが全部ダーッとここに積み重なることになります。で、それが順次実行されていって、下からこれがだんだんくるくる回ってきてですね、最後には全部緑色になるはずと。で、もしかしたら画面にそういう表示になっちゃってる方もいらっしゃるかもしれませんが、エラーになるとこれが赤くなっちゃうということになります。はい。で、ここのサーバーは、ちょっと今、こんな感じで、しょぼいので、これから増強していこうと思っています。で、きちんとしたサーバーに入れようと思ってますので、できればこの夏ぐらいまでには、皆さんがアクセスしても大丈夫なものになるといいなと思ってます。で、データ容量もできればもう少し大きくしたいと思ってます。で、とはいえ、やはりですね、この公共で運用されているものだと、パフォーマンスだとかデータ容量で、厳しいなということが出てくると思いますので、そのために、ここでは、ご自分の PC で、Galaxy を使う方法、それからクラウドを使って、使う方法というところを紹介したいと思います。で、一つ目はですね、ここのダウンロードというところに行っていただくと、Wikiのトップページからダウンロードというところに行っていただくと、ここにバージョン 0.2.4 とでダウンロードしてねというのがあります。で、これダウンロードすると1ギガちょいとかなので、今ここでダウンロードしてみんながするとまた結構時間かかっちゃうかもしれません。でなので、できれば後ほどお昼の時にでも USB でお渡しできればなと思っています。で、ここでダウンロードするとどういうものがダウンロードされるかと言いますと、こういう OS イメージのファイルが手に入ります。このピタゴラギャラクシー 0.2.4 Mac OVA というものなんですけど、これが OS のイメージそのものなので、これを展開することで今自分の PC の上にもう一つマシンを作ると、もう一つコンピューターを作ることができます。で、どういうイメージかと言いますと、こちらの先ほどの初めてガイドのところに始めようギャラクシー仮想マシン編というものがあります。で、こちら見ていただくと、この通りやっていただければ、ご自分の Mac や PC の上で Galaxy を動かすことができます。で、PC の上にそのまま Galaxy をインストールしてしまってもいいんですけれども、そうすると、その後その Galaxy の上にツールインストールしたりなんだりって全部自分でやらなきゃいけなくなっちゃうので、その代わりに、全部一式、OS に詰まったものを配布しているということになります。で、これを動かすためには、このバーチャルボックスというソフトウェアを使います。で、このバーチャルボックスを使うと、今自分の PC の上にもう一つ PC を立ち上げるということができます。で、ここで、このオラクルバーチャルボックスというものをダウンロードしていただいて、Mac、Windows どちらでも使えますのでインストールしていただくと。で、その上で先ほどダウンロードしてきた OS のイメージを展開します。で、展開するためにはこの仮想アプライアンスのインポートというものを実行します。
先ほどのこのダウンロードしてきたファイルをオープンとやると、このように展開、今展開している状態ですとですね。でちなみにこのバーチャルボックスというのは、ここからインストールできますというところありますので、ダウンロードのページがちょっとこれ英語で分かりにくいんですが、Windows のものと Mac のものとここにありますので、ダウンロードしていただければ使えますと。で、これパソコンの上にもう一つパソコン起動させるといいのは、もうそのいらなくなったらそれ Galaxy ごと全部削除できちゃうので、あまり自分のパソコンを汚さなくて済むなというのでも、使いやすいかなと思います。はい、で今インポートが終わりました。でインポートが終わると、ここに今これ私の Mac の上にいくつも、OS が乗っかっているという状態です。でこの一つピタゴラ Galaxy 0.24 というのが今作ったものなので、これを起動する、起動していただくと、ここに起動とボタンを起動すると、そうするとこのように、PC の上に PC が起動した状態になっています。このバーチャルボックスというのはよくこう Windows の上で Mac を使われる方とか、あまりないかな、 Mac の上で Windows 使われる方とか Linux 使われる方とかよく使われているものです。で、これサーバーにこういうものをインストールして仮想マシンとして Galaxy 使っていただくというのも十分できますので、今 Linux のサーバーを持っている方がもう一つ上に Galaxy 用に Linux のサーバーを立てるということも可能です。で今起動してきました。で起動したら、ネットワークの設定とかちょっとたまにつまずくことがあるんですけれども、その辺はこの辺見ていただいて、でブラウザを開いて Galaxy にアクセスしてくださいと。今これは、自分の、PC の中に立ち上がっている Galaxy ですね、にアクセスした状態になっています。で、なので、これは先ほど、こちらのここのトライピタゴラギャラクシーというと入力していただいてアクセスした私たちの公共サーバーと全く同じものがここで使えるということになります。なので先ほどのワークフローですとかツールっていうものも全部全く同じものが入っているということになります。で、午後もちょっとそういう説明をさせていただくかもしれないんですが、私たちの目指しているのはそういうところで、皆様がなんかワークフローを作ったとかツール作られたっていうものを、公共サーバーでも、それからこういうふうな配布する形でも、どんどん、流通させていくというのができたらいいなと思っています。はい。で、この場合は、ユーザーは、自分の Galaxy ですので、ユーザーログインの際には、この管理者ユーザーとしてログインしてしまうことができます。管理者ユーザーでログインすると、そうすると先ほどと違うのは、ここにアドミンというメニューがありますので、アドミンで入っていただいて、例えばこの今ここに入っているツール、
Galaxy に入っているツールをいらないやつはインストールしてしまうとか、もしくは欲しいツールがあれば、ここでサーチしてで、例えばなんかマッピングツールが欲しいなとか、マッピングとかやると、マッパーが出てきますので、じゃあボーダー入れようとか、そういったことが管理者画面としてできるということになります。なので、その中身のカスタマイズもしたいなというときには、このように自分のギャラクシーを立てていただくというのがいいかと思います。で、今日ちょっと、ですね、昨年これ、同じワークショップやらせていただいたときには、この最初の2時間のところで、この皆さんの PC で入れてみましょうというのをやったんですけれども、やはり、ネットワークの設定ですとか、それから古い PC の人とかって結構つまずいちゃうことがあって、でなので、今日はちょっと余裕も出せるために、そのハンズオンをやめました。ですので、もし今日中に、PC にセットアップして帰りたいという方は、ぜひダウンロードしてやってみていただいて、で午後隣の部屋も開けてあるので、それでちょっとエラー出てますとかうまくいきませんという時には話しかけていただきたいなと思います。はい、でそれがこの仮想マシン編の方ですね。もう一つ、この仮想マシンを使う場合なんですけれども、これも今仮想マシン実行してますが、それを、終了させたいとか再起動したいっていう時にもこのマネージャーの上からできますと。で、一つはですね、これ保存状態にしてしまうと、これやっぱり動かしてると CPU 食いますので。保存閉じるというので保存状態にしていただくと、一回そのギャラクシーを載せた、環境が完全に保存されて、また使いたいときにそこから再開できるという状態になります。で、今回はもう今閉じてしまいますので、この ACPI シャットダウンってこう電源ボタンポチって押した状態ですね。その時にきれいにシャットダウンしてくれますので、シャットダウンしちゃいますと。そうすると仮想マシンが今シャットダウンして閉じましたと。当然ここにもつながらなくなりますと。で、この仮想マシンの設定という画面がありまして、設定のところ入っていただくと、例えばですね、このメモリーをどれだけ割り当てるか、今4ギガ割り当ててます。で、マッピングとかするとそれなりにメモリーを食うので、最低4ギガかなと思って4ギガにしてますが、もちろん PC だと4ギガちょっと多すぎるという方もいらっしゃいますし、サーバー使っていればもっと何十ギガ割り当てたいということもできます。で、同じように CPU の数もここで変えられます。で、ストレージは今ディスクが3つつながっていて、これは仮想的なディスクですけれども、最大で2テラまで拡張していくということになっているので、PC に入れておいて、どんどんデータ載せていくと拡張していって、それで、いずれは、動かなくなるということになりますので、ご注意ください。で、あともう一つ、ここの仮想マシン編のところで書いていることなんですけれども、まずこれ使い始めるときって、仮想マシンを起動した後に、サンプルワークフロー、先ほどのサンプルワークフローを実行したいなというときに、準備しなければいけないことがありますと。で、これ皆さんもう想像つくかもしれないんですけれども、リファレンスデータ
が、ないですと、マッピングのためのインデックスですとか、それからゲノムそのものリファレンスがもともとダウンロードされているわけではない。最初にそれを全部固めておいて皆さんに配布ってなっちゃうと大きすぎるので、固めてないです。でなので、それをダウンロードしていただくという必要があります。でそのために左側のペインのところにダウンロードリファレンスっていうツールを作っておいたので、その中で例えばこれから母体でマッピングしようとか、そのためにゲノム必要だなっていう時にはそれを選択していただいて、最初にダウンロードしておいていただくと。そうするとそのギャラクシーの適切な場所にゲノムをダウンロードしておくことができます。で今これ人とマウスだけの一部のリファレンスしかないので、それ以外を使いたいという場合にはちょっと自分でやっていただくというところ必要になってきますので、その場合はお知らせください。どういうツールかと言いますと、このダウンロードリファレンスというツールがありますので、そこでまあいくつか私たちのワークフローで使われているインデックスですとかゲノムに関しては置いてあるので、それをまずダウンロードしていただくというところから始めることになります。以上仮想マシン編です。で、今先ほどの、公開環境に戻ってみると、いくつかのジョブが終わって、例えばこのファスト QC なんか終わって、その後の、トップハットで今マッピングが実行されている状態になってます。で、これ時間かかるので、その後の処理が上の方で待たされているということになっています。で例えば、この今、RNASEC の、2016年04028というのがありますが、これをですね、皆さんにシェアするということができます。このシェアオアパブリッシュというのでヒストリーごとシェアします。でこれをパブリッシュしますというのをクリックすると、そうするとこのシェアードデータ、上のシェアードデータのパブリッシュドヒストリーのところに入ります。もう皆様のシェアードデータのところから見ていただくと、パブリッシュドヒストリーの中に私のヒストリーが入っているのがわかるかと思います。でこれ見ていただくと、今なんか実行中になってるなというのがわかるかと思います。で私の方にはそのボタンないんですけれども、皆様のところにはこの辺にインポートディスヒストリーみたいなのがあるかなと思います。でそれをクリックしていただくと、同じヒストリーが使えるようになります。で、どういう状態になるかというと、今あるデータに関してはコピーは作成されません。で両方同じものを見るような状態になります。で、ただ、新しくその上に処理をすると、違うデータが出てくる、できるという感じになります。でなので、共同研究されている方と、データをシェアしていただくという時には、基本的にはこの機能を使っていただくということになると思います。先ほどパブリッシュというのをやって全員から見られるようにしましたが、
同じようにシェアオアパブリッシュの中で、シェアウィズアユーザーというので、ユーザーの他の方のメールアドレスを指定して、その人とだけシェアするということもできます。この後クラウドの話をしようかと思うんですが、何かご質問ございますでしょうか。はい。それでは次に進んでしまいます。この初めてガイドの3つ目、手元に高性能なマシンがなくてもクラウド計算環境を使ってすぐにギャラクシーを起動できますというところがあります。じゃあ始めよう、ギャラクシークラウド編を開いてみます。でこちらはAmazon の Amazon Web Service というクラウドで、Amazon の、クラウドですね、データセンターでホストしている仮想環境を使うというものです。でこちら使うと、ですね、大体この PC ぐらいのものだと、いくらぐらいかというのをあまり、いつもクラウドを使うことってないと思うので、いくらぐらいでクラウド計算環境が使えるかというのをちょっとお見せしますが、AWS昨年はアマゾンの方が来て一つ講演されていまして、まあ、ちょっと、広告的な意味もあって、やってくださいというのがあったんですけれども、今日ちょっとその方来れなくなってしまったので、私が紹介しますが、ここに東京のにあるデータセンターを使った場合に、例えば4ギガのメモリーの2個 CPU がついたもので1時間 0.08 ドルくらいなので、いくらですか、10円ぐらいですかね。で大きいもので、例えばメモリーが160ギガで40個あるものを使おうとすると1時間に 3.5 ドル、400円ぐらいかかるというような感じです。で、これに加えてストレージがだいたい1テラぐらいで月8000円ぐらいかかるので、それを合計した金額がだいたいかかるかなということですね。で、CPU の方はこちらの1時間いくらって方は、例えば夜とか使わない週末とかは消しておけば、シャットダウンしておけばかかります、料金かかりませんが、ストレージの方は、ずっと課金されてしまうということになります。で、この Amazon クラウドを使うっていうところを、ちょっと実演してみます。で、まずこれもできれば、無料枠があるのでここで皆さんで使ってみようっていうの面白いかなと思ったんですけど、 AWS のアカウント作成するのにちょっと見てみたら、クレジットカードを登録したりとかしなきゃいけなくてですね、そこがちょっとめんどくさいなと思ってやっていません。ですが多分今日ご興味あって
ちょっとやりたいなという方は今すぐポチポチやればできてしまうと思いますので、クレジットカード登録してなんかその電話がかかってくるかなんかなんですけれども、多分1日でできると思うので、やってみてください。でそうすると、このコンソールに Amazon のクラウドの管理コンソールというものに入ることになります。で、まあ、このクラウドを使おうというのはなかなかおそらく、コンピューターサイエンスをやっている人でも使ったことのない人は多いと思うので、今やってみると面白いかもしれません。新しいものが好きな方はこれ使ってみてるといいかなと思います。で、AWS 以外にも Amazon 以外にもクラウドサービスは最近はたくさんありますが、前々からこれを私たちは使っていたので今日ご紹介していますが、特に AWS じゃなきゃいけないですよとは思ってません。ただ今ピタゴラギャラクシーの VM バーチャルマシンが置いてあるのはここだけです。で、本家のギャラクシーでも同じように、仮想マシンを置いてるんですけれども、それが置いてある場所がアメリカのデータセンターに置いてあるので、日本で立ち上げるとなるとおそらく私たちのバーチャルマシンを使う方がいいのかなと思っています。どういうことかといいますと、これ起動するんですね。インスタンス起動するんですけれど、その時に、インスタンスの作成と、インスタンスの作成って言ってるのはマシンを一つ、データセンター上に作ろうとしています。でその時にここにコミュニティ AMI というのがありまして、ちょっとここにも書いたんですけれども、AMI というのは Amazon マシンイメージズっていうもので、先ほどのバーチャルボックスで立ち上げた OS のイメージと同じように、OS の中に Galaxy が入ったものを固めて置いてあるという状態です。で、それを、彼らは AMI と呼んでいて、そのAMI がいろんな人がいろんなものを載せパブリックにしているので、私たちのものも検索するとピタゴラギャラクシーと検索すると出てきます、はい。まあ、この辺のこともここに書いてありますが、コミュニティ AMI で検索すると出てきます。で出てきたものを選択すると、で選択するとこれ起動するときに、じゃあどの大きさのコンピューターにしますかっていうのがここで出てきてくれると。で最初登録した後1年間無料枠っていうのがありまして、それで使えるのはこの T2 マイクロというもので、メモリーが1ギガで、CPU も1個なので、ちょっと自分の PC よりもちょっとちっちゃいぐらいかなっていう感じかなと思います。 でもそれでも全然動きますので、最初試していただくのはこれでいいかなと思います。でまあ、実際マッピングとかしていこうと思うと8ギガ16ギガっていうものを使うといいと思います。自分の PC でマッピングなんかしてると、本当に他の作業できなくなってしまうので、こういうところで使えるといいかと思います。で今はちょっと小さいインスタンス でここの画面は何も変えません。でストレージの追加っていうところがあるんですけれども、これはデータを今は100ギガになっているので、データ100ギガまで置くんだったらこれでも大丈夫ですし、1テラまで置きたかったらここ0をもう一つ足すというふうにやっていただく。で、ただこれ課金してされてしまうので要注意です。で、何かしら。名前をつけて。で、この辺もちょっとネットワークのルール、外からどのポートにアクセスできるようにしますかとか、ちょっと分かりにくいことが書いてあると思いますが、これ通り進めていただければ大丈夫です。
最後この作成とやると、ここにアクセスするためのキーをダウンロードして、この辺も手順通り進めていただくと、今インスタンスの作成を開始するというので、 Amazon のデータセンター上でピタゴラギャラクシーが起動している状態です。で、今自分のクラウドの上にあるマシンをここにずらずらと並んでいまして、このピタゴラギャラクシー 0.24 というのが今起動中ということになります。で、このじゃあそのデータセンターにあるピタゴラギャラクシーにウェブブラウザーからどうやって接続するんだと言いますと、ここにパブリック IP というものが振られていますので、このアドレスをコピペします。もうそろそろ立ち上がった。今ブラウザでこのアドレスをコピペして入れてあげると、データセンターのマシンにつながるはず。まだちょっと起動してないですね。はい、今起動してきました。で、またいつものピタゴラギャラクシーが出てくると。で、ここに入っているツールは、まあ、同じものが使えるというような形です。ですので、今までご紹介した通り、で、またこれで、リファレンスが今はない、すっからかんの状態になっているので、リファレンス必要なものをダウンロードしていただいて使い始めるということになります。で、まあ、ここまでご紹介した通り、まあ、今みんなで作ったギャラクシーというのが、ご自分の PC でもクラウドでも、それから、公開サーバーでも使えるという状態になっています。で、なのでまずはあの公開されているこのサーバーを使っていただいて、で、まあ、必要に応じて、PC などでもセットアップしていただきたいと思っています。今は見てみると先ほどのマッピングが終わって、それで次のカフリンクスのツールが動くのをもうちょっと待っているところになるかなと思います。はい、以上、なんかご質問ございますでしょうか。